景気道庁景気道庁正面前景景気道は日本統治時代の朝鮮の行政区分で現在の大韓民国の景気道ソウル特別市インチョン広域市の大部分および朝鮮民主主義人民共和国の海場周辺を合わせた地域にあたる道庁は景城に置かれた朝鮮半島中部の公海側に位置し主府景城を要する北西に公海道 東に関温度、南に中西北道、中西南道と接する。昭和11年現住古行調査より、昭和20年当時1919年8月、以前は景気道長官。昭和16年当時昭和16年当時昭和2年当時、大正4年当時昭和16年当時昭和16年、当時昭和16年当時昭和17年当時昭和16年。 当時昭和11年の平時編成昭和20年の路線昭和2年当時昭和6年当時同内に本社を有する資本金50万円以上の企業である昭和20年8月当時昭和16年当時この時代に生まれ育つかまたは活躍したものを掲載ありがとうございます